はい、今日はこの一平ちゃん、はい、一平ちゃんのどれが一番美味しいか食べ比べ、食べ比べ、はい、まずは普通のこれはソース味、ソース味食べてみます、はい、ソースと塩とあとこれ明太子、醤油、バター、明太子、はい、じゃあ食います。いいよ。どこまで食べるの？もうね、半分ぐらいのここまで。もう線があるところ、うん。なんかいい音鳴ってんな。本当だ。おお、はい。で、うん、これの後で入れるからね。マヨビーム。はい、マヨビームって、はい。で、ソースも後で入れて。じゃあこれにお湯入れようか。これ全部開けちゃうあっち。はい。じゃあ、はい、では。音はどれですか？あとは塩食べようかな。これ今開けてるやつ、うん、あっちはソース。うん、で、まあが明太子。明太子結構美味しそうだよね。パスタみたいじゃない？明太子パスタみたい。はい、じゃあ、お湯を入れていきます。この音楽でいい？ねえ、この音楽面白い、うん、はい。はい。じゃあ、このソースを入れます。美味しそう。最後にマヨビーム？そうだね。気をつけてね。はい、ここら辺。うわ。うわ。黒いね。黒いね、やっぱりソース。美味しそう。おお、なんかやっぱしソースは違うね。うん。うわ、焼きそばの匂い。いい匂いがする。こんな感じか、うん、うわ、すごい色が変わったね。ね、はい、はい、じゃあこれは塩かな。塩、はい、うわ、もうなんか色が変わらないね、この塩は、うん、塩だれだからね。そんなに色がつかない感じなんだろうね、うん、そんなのを使われますね。これが塩で、麺みたいで、これがソース。なんか一番ソースが色が変わってる。塩結構あれはニンニクの匂いがするのかな。ガーリック。確かに。ね、美味しそう。あ、美味しそう。美味しそう。確かに。音の塩が一番美味しそうじゃない、やっぱり。いや、やっぱ普通の一平ちゃんでしょ。おー、マヨネーズ。そういう感じ？あっちもやってる。うん、あっちやってる。あ、こうやってどうやって開けるの？おー、いいね。いいね。いいじゃん。いいじゃん。それからしマヨネーズだってよ。ちょっとピリッとするのかな、からしが。これが忘れた。誰でも忘れてた。なんか忘れてたと思ったんだよ。よし。ということでガーリックマヨネーズ。あと最後にふりかけだよ。はい、ふりかけもね。うわぁ、なんか色がさ、全部違うね。うん、これ白、これを肌色、これ。ちょっと黄色、うん、白、ちょっと薄い黄色みたいな、うん、はい、こんな感じでーす、はい、ふりかけはどうしますか？ふりかけ、はい、おー、じゃあ全部ね、うん、ちょっとこれをかけちゃうね、はい、ちょっと前に溶けてみますよ、うん、うわー、美味しそう。一気になんか変わる、変わるね、もうお店で食べるみたいだね。あっちで合ってる？あっち合ってる、合ってる、はい、お店の焼きそばみたいじゃない？もうそうでもないか。おー、あー、いいね。いや、でも結構なんかこれ、じゃあ明太かけるよ、はい、海苔だ、うわ、海苔、ちょっと明太みたいな、あの、つぶつぶが、ね、うん、こんな感じ、うわー、めっちゃうまそうじゃん。パスタみたいなと思ったらそうでもないんだね。こんな感じで上から全部取りますか、うん、はい、はい、こんな感じで、おー、いいね。じゃあちょっと全部こうやってやってみる。あ、はい、何でもない、やってみて、やってみて、じゃあちょっと、うん、おー、おいしそう。はい、じゃあ食べてみな、って、じゃあ実食いただきます、はい、まずはソース、うん、うまい。うまい。
はい、じゃあ明太。明太。はい。うまい。うまい。うまい。はい。そして最後に塩。塩もうまそうなんだよね。どれが一番あっちごのか教えてください。はい。うまいな塩も。どうする？一番あっちの。ね、の中のナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーツリーを教えてもらう。順番で、うん、じゃあ1番こうやってこっち持ってきてちょっと。そう1番それえそれソース、じゃあこれは1番、2番は、待ってもう1回食べる、うん、うまいな、うまい、はい、そんなうまいんだ。2番は塩かな？いい2番は塩。あ、こっち、明太。塩か。はい。じゃあ、1、2、3、ね、いよいよ、3。はい。はい。じゃあ、そんな感じでね。はい。はい。はい。じゃあ、バイバーイ。